こんにちは、ミスター M さん。ガチンコ男塾の久保でございます。前回ですね、Zoom の対談をさせていただきました由美子さんという方なんですけども、結構ね、いいアイデアといいますか、私的には新しい発見がありまして、2つぐらいですね。今までずっと食事生活と筋肉、こちらの方ね、ガチンコマッチョクラブでいろいろと勉強して鍛えさせていただきました。でおかげさまでなかなかね、私も最近ではカンフーができるほどに、体力なり体の柔軟性が回復していたわけなんですけども、そこでですね、プラスアルファもうちょっといいこうアイデアが由美子さんからいただけたんですよね。その一つっていうのがまずね、この筋肉をほぐすことらしいですね。筋肉をほぐすためには単純でこうやってなんかタイガーテールとかいうやつでこうやってなんですか、ほぐすための棒でね、こうやってマッサージするらしいんですよ。でそういうのとか、あとなんかツボみたいなんでね、こういう玉みたいなやつで押すみたいな、コンペイトみたいなやつで押すみたいなのもあったんですけども、もう一つは関節を柔らかくするってやつですね。だから筋肉を柔らかくする、関節を柔らかくする、こんな感じですか。これが非常に重要だということだったんですよね。関節を柔らかくする、確かに私もね、ヌンチャクとかコンボをやってる時に手首をちょっとグギッと痛めることが結構あったんですよ。でもうちょっと体を鍛えて手首を鍛えないといけないのかなと思ったんですけども、待てよと、今まで握力を鍛えたり腕力を鍛えたりはしてたけども、この筋肉と筋肉の間にあるこの関節ですよね、関節を柔らかくすることはやってなかったなっていうのと、先ほど申し上げた筋肉はね、硬くてもう強い素晴らしい筋肉を作りたいんですけども、逆にこう柔らかくすることによって筋肉組織が柔軟になってね、もっともっといい運動ができたりとか、故障に強くなったりとかするんではないかなと思ったんですよ。ですんでね、これからは筋トレプラス関節をね、なんとかやっていこうかなと思ってます。で今回山本さんのアスリートのための最新栄養学、これもね非常に興味深いですね。やっぱりね、肉体を作るための食事、逆に言うとですね、食事っていうのは食欲を満たすものではなくて、完全にボディを作るための栄養補給と考えた方がいいですね。ですんで一食一食をものすごく大切にしていこうかなと思っております。またね、栄養学について気づきがありましたらアウトプットしていただければ幸いでございます。それではお忙しい中、動画の方送っていただきましてありがとうございました。ガチンコで頑張っていきましょう。そこんとこよろしく。